この人だけは許せないのは誰？タイガース戦で言うならば、初めてピッチャーにホームランを打たれたっていうボーグルソンというピッチャーだった。うわー、懐かしい。試合前にボーグルソンのことなんかも知らないんですよ、はい、あのバッティングのことなんか。で、実を言うとワンアウトランナー1塁ぐらいで藤本くんがショートゴロかなんか打ったらダブルプレーで終わったんですけど、セカンドベースを踏んでないとかいう話になって、はい、一塁残ったんですよ、セカンドに。釣り合うとならなかった。釣り合うと思って、はい、でそれイライラしてねえと思って、はい、なんか外国人みたいなバッターが立っとるなと思って、外国人です、外国人みたいです。で、なんか構えいいなと思って、阪神の珍しいインコース行くの構えたんですよ、ピッチャーに。ピッチャーに、なんかインロー投げた、もう一瞬にしてて、OK、ホームランってこのまま交代、次のもうだからあれはね。でもね、本当にタイガースファンがすごく盛り上がったから満足してます。めちゃくちゃいい人じゃないですか。で、誰に怒りだったんですか。審判なんですよ。審判か。インサイド構えた谷繁さんではないんですか。さあ、怖いわ。浜ちゃんが今度、浜ちゃんがカットボール掘り出しました。浜田さんのカットボール。なんでインサイドなんだろうって言うから谷繁さんにも怒ってんのかなと思って。